オカルト、占い、迷信、俗信、およびそれらに関連した人物のエピソードなどを集めた、辞書形式の書籍。1818 18年に書版が発行された。地獄の辞典という題名ではあるが、副題として、レパートワールユニーバーサルでエトラ、デパーソナージュ、デリーバーズ、デフェイデショーズクイティエナントオエスプリ、オディモン、オソルシャン、英雄コマース。デエル、アンフェア。 オディベネーションズ、オマリフェシズアラケバレイオートルサイエンシズアクルトオプロディジズオインパスチャーズオスーパースティションズダイバーシズヨプロノスティックス。オフェアクチュアルズジュスピラチザムイジェネラルメントアトゥットレフォーズクワイオンスメルベイユーズズ、サプライナンツ、ミステルズイセルナチュアレルズという非常に長いものが、付けられており、地獄についてのみならず世に伝わる俗信や伝承を、 幅広く取り扱っている。ルイルブルトンによるベルゼビュートの、サシエルイルブルトンによるバエルの、サシエルイルブルトンによるカイムのサシエルイルブルトンによるウコバクのサシエ。地獄の時点は18、1818年、プランシーが20代の時に発表した作品であり、以後何度も版を重ねた、プランシーの代表作かつ成功作である。悪魔学、迷信及び占い。 人物を三本柱として構成されており、辞書形式で多数の項目が記載されている。項目数は1863年に発行された第6版では3799項目に至っている。悪魔学に関しては、ヨーハン・バイヤーの悪魔の儀王国や大王儀書、新鮮王儀書のようなグリモワールに記されている。 ヨーロッパに伝わる悪魔のみならず、世界各地の精霊、悪魔、魔人、妖精、伝承などを紹介している。その情報収集範囲は、ロシア、インド、派手は、中国や日本、アメリカ大陸にまで及び、レイシー、ガルダ、カーリー、日本の狐などが紹介されている。迷信及び占いに関してはとりわけ記述量が多く、世界各地の迷信及び、 占いを紹介している。日本の熊の号、山伏、天狗なども紹介されている。占いに関しては、手相、人相、先生術などの記述に多くの紙面が裂かれている。人物に関しては、悪魔学者、宗教関係者の紹介だけでなく、著名人物が悪魔と関わった逸話などが多数、収録されている。また、寄付ハウゼンの古城の地下で眠り続ける。 フレデリック・バルブルースなど歴史上の人物に関わる民間伝承も収録されている。1818 18年の初版当時、プランシーは反教権主義に属しており、地獄の時点の初版及び第二版ではカトリック教会に対する過激な記述も含まれていた。プランシーは後にカトリックに改修し、地獄の時点もカトリック教徒の立場から記述を、 修正して1844年に第3版として出版を行った。例えば、異端新聞の項ではプランシー自ら本書の先の2つの版では筆者の若気の至りからこの重大なテーマにデタラメを並べ立ててしまった。という記述を追加している。プランシーは1844年の第三版から1863年の第六版に至るまで、 地獄の時点に対して、計4回の改定を行っているが、教会向けに記述を修正するだけではなく、項目の増補も行っている。第6版では800項目を増補し、550の差し絵の追加を行った。多数の項目を収録しているが、個々の項目の信憑性に関しては、かなりの誤りを含むと考えられている。プランシーに、 悪魔学や魔術に関する知識が欠けている文献から収集した情報を客色して全く異なった考えに当てはめているという指摘もある。しかし、ヨーロッパのみならず世界各地の伝承などを収集し項目化したことにより当時としては驚くべき情報量を持った書籍を作成したと評価する意見もある。プランシー自身も 多彩な記事を一つの書籍にまとめたことの有用性を自己評価している。地獄の辞典初版当初は反強権的作品を手掛けたことによって司法に追求されたこともあったプランシーだがカトリックに改修して後に改訂を行った。地獄の辞典はミーニュの進学百科に収められるという栄誉も得ている。地獄の辞典は格別の影響力を持っていたわけでは 内が、19世紀の怪奇趣味の流行に乗って、人気を博し、同時大臣のビクトル・ユーゴーの作品、ノートルダム・ド・パリなどに影響を与えたと言われている。第6版で追加された、ルイル・ブルトンによる一部擬人化された、悪魔のし絵は、後代の悪魔学における悪魔のイメージに、大きな影響を与えた。これらのし絵は、後に印刷されたグリモワール。 レメゲトンのいくつかの版でも使用されている。羽に、サレコーベが描かれた巨大なハエの姿のベルゼビューとは、影響力の典型とされる。また、ウコバクのように他の文献で知られていない悪魔が、印象深い挿絵のために広く、名が知られるようになったりもしている。ありがとうございます。